おはようございます。速稼塾の久保です。今日もドル円の相場解説をやっていきますけども、月曜日にこういう風な形見ましたよね。ウィークリーで週が明けたんでウィークリー見るときにグッと上がっていったのが、またね V の字を逆さにしたように、まるでアルファベットの A のような形でこう鋭角にね、鋭く下に向かっていくのを見たと思うんですよ。高値圏に来ると下に向かう圧力が強くなる、安値圏だと今度は買われる圧力が強くなる、まあ、この理由は説明したと思いますけども、今回もそれに類するものだったと思います。まあ、それでですね、デイリー4時間1時間と細かく見ていったんですけども、まあセルでねずっとお話していました。今週はセルで負けた方はいないと思いますけども、さあその辺がねこの金曜日になってきて止まりかけているのか、それともまだセルが続くのか、その辺に注目していこうかと思いますんで、画面を切り替えていきます。それではねこちらの方をご覧ください。まずはね、異例なんですけども週足を見ていきましょう。冒頭でお話したのがこれです。アルファベットを逆さにしたような形ね、 A みたいに出てくるでしょ。だから今週は3本こうやって、ウィークリーの陰線が見えます。今週と先週と先々週、だからね3週間続けてセルに入ってるんですよ。それはどういうことかっていうと、高値圏だからですよね。こっちが安値圏、安値圏だと買われる買いの圧力が強くなって、高値圏だと売りの圧力が強くなる。まあこれは申し上げた通りです。だって絶対に人は利確しますからねまあそういうところを考えていくと、まあこのね高値圏を超えるのがいかに大変なことか、安値圏を超えるのがどれだけ大変なことなのか、もうこれはねファンダメンタルに助けられないとできないと思いますね。で次はデイリーを見ていきますけども、じゃあ安値圏、高値圏に入って売りに向かいましたよっていうところをもう一回ね細かく見ていくと、まあ、ちょっと見えないんですけども、トランプさんがずっとセルを進めてきて、バイデンさんに代わってこちらの方に上昇が始まりましたけども、まあでもねやっぱりバイデンさんもずっと買いになるわけだな。はい、すいませんちょっとね電池が切れちゃいましたんでつなぎますけども、ここで私が考えたのがヘッド&ショルダーが来てるんではないかなってことですよね。ここがネックラインでヘッド&ショルダーか、ヘッド&ショルダー書くまでもなくここを突き破って大きな下落に変わるか、それとも NGU 継続でさらに高値圏を目指すかってことなんですけども、まあ2番目の説が来たかなと、そのまま下がりましたよっていうところが正解だったというところですね。まあ、どちらにしてもセルで負けた人はいないってことですね。今度4時間の方移っていきます。4時間完全に売り一辺倒になってます。だからセルで負けた方がいないってことなんですよね。4時間はこのぐらいでいいでしょう。次は1日足なんですけども、これが横ばいに入ったような感じです。黄色いところがありますよね。この黄色を破って、昨日エントリーポイント申し上げましたけども、ちょっとあんまり美味しいことにはなりませんでした。今度突き破った時に大きく下に行くんではないかなと、もう一度山を張って107円の895でセルに向かうというふうに今日は結論付けさせていただこうかなと思いますね。はい、というところでセルはセルなんですけども、今ちょっと待つ状態ですね。ブレイクポイントを迎えたらセルでエントリーして、背後にね、ロスカットラインだから107円の895ですから、そうですね107円の935あたりでロスカットライン設けていけば、あとは利益の取り放題ってことになるんじゃないかなというふうに考えています。まあ、金曜日なんで今日中にエントリータイミング来ないかもしれませんけども、まあ、こういうスタンスでやっていこうと思いますね。それでは失礼します。